めっちゃ美味しそう。よいしょ。うわすごい。いただきます。めっちゃ美味しい。すごい。コーン持ってきて正解だった。すごい、めちゃくちゃ美味しい、本当に。今固形燃料2個目使ってるから、冷めたとしてももう一回受けば全然大丈夫。幸せ。これ美味しいよ。幸せ。生きててよかった。すんごい、お肉がすんごい。待って、これ切れないかな。肉やっぱ美味しい。待ってた。うん、初めて来た。もうここ下も完全もう火がついてるままだけど、そのままいただきます。これ笑っちゃうじゃん。待って、光反射するね。このお肉も高かったのよ、本当に。お肉でね、1000円以上した、本当に。さすが、日本のお肉。高カロリー。
ごちそうさまでした。山の上でペッパーランチは最高ね。あ、幸せ満足。はい、お昼ご飯食べ終わりました。さっきそこで食べてて、でこれから白丸ダムを経由して白丸駅に向かいたいと思います。あ、しかもね、前回龍ヶ岳で食べたペッパーランチもまあなんていうのかな、ぬるかったんだけど、大丈夫だったすごくちょっとぬるかったんだけど美味しかったし、今日はちょっと固形燃料2個持ってきてて、固形燃料1個だけで、固形燃料最初1個目だとちょっとね、あの、なんていうのかな、半生半生じゃないけど、ちょっとね、満足いかなくて、固形燃料あの2個使って、あの、後からもう一回やったら、もう一回というか、25分加熱し終わった後に、もう一回25分加熱する、まあ、中間あたりまで、すっごい良かった。あ、高くご飯食べ